つ目はいつも好評なブレイル購入品紹介をしていきたいと思います。イエーイ。今回はトップス3点とボトムス1点、ワンピース2点とバッグ1点を購入してきました。それでは紹介していきます。まず1点目はラグランスリーブロールアップニットトップスです。袖がロールアップされてるデザインがとても可愛くて、ハイネックすぎない首元もとても着心地がいいです。生地感ももちもちな感じなのでチクチクせず着やすかったです。ロールアップのデザインがとてもお気に入りです。続きましてボトムスレザーショートパンツです。色味はブラウンを購入し、サイズは S サイズです。以前購入したアイボリーがとても優秀だったので今回ブラウンも購入してみました。レザーの生地感もアイボリーと差はなくとてもいい感じです。ハイウエストなのでとてもスタイルアップになります。先ほどのニットとレザーパンツを合わせてみました。色味の相性が良くとても可愛いコーデになっております。全身で見てもスタイルアップできていて、このボトムスは優秀だなって思います。洋服の色味は縦動画で見ていただけるとありがたいです。ニットはアウトスタイルで着るとこんな感じです。丈はお尻の途中までという感じです。グレールのマーメイドスカートとも相性抜群です。続きまして3点目、ハイネックショート丈ニットトップスです。手元と首元にデザインがありますが、シンプルなニットになってます。首元は詰まりすぎていないので苦しくないです。色味はチョコールグレーで、サイズは S サイズです。丈感は思ったよりも短くぴったりサイズだったので、もう少し大きくても良かったなと思います。お尻の上ぐらいまでの丈感になってます。インするよりアウトのスタイルの方が個人的には好きです。前身はこんな感じです。グレールのマーメイドスカートと合わせました。インスタイルで合わせるならショート丈のハイウエストのものと合わせると可愛いかなと思います。続いて4着目、ハイネックベルスリーブリブニットトップスです。カラーはアイボリー、サイズは S サイズです。結構ぴったりめだったのでワンサイズ大きくてもいいかもしれません。袖がフレアになってるところがとても可愛いです。フレアすぎないので生活にも支障が出ないと思います。1枚で着るよりファーベストやカーディガンのインナーとして着るのが個人的には好きです。全身はこんな感じです。先ほどのレザーパンツと合わせてみました。ファーベストと合わせるとこんな感じです。個人的にめちゃめちゃ優勝コーデだと思います。続いて5着目、ワンピースです。マーメイドキャミワンピースです。お色味はブラウンで、サイズは S サイズです。冬っぽい素材なので今の時期にぴったりです。くびれがわかるぐらいのピタッと感なのでスタイルアップすると思います。続いて6点目、今田美桜巾着ショルダーバッグです。初めてグレールでバッグを購入しました。色はオフホワイトです。思ったより白かったのでベージュでも良かったなと思いました。シルエットがとても可愛いです。999円でこのシルエットとこのクオリティは最高です。ワンピースの全身はこんな感じです。先ほど紹介したリブニットと合わせてみました。キャミワンピは着回しが効くので1枚は持ってたいです。生地は薄めで裏地がないのでペチコートがおすすめです。バッグ合わせるとこんな感じです。とてもいい感じです。最後のアイテムです。ボリュームスリーブリブニットフレワーワンピースです。サイズは S サイズ、カラーはオフベージュです。袖がキュッとなってるデザインがとても可愛いです。大人っぽいワンピースなのでデートにおすすめです。若干シルエットを拾うのでペチコートがおすすめです。全身はこんな感じです。若干体のラインが出て大人っぽく着れます。小物をホワイトにしてワントーンにしてみました。体型が気になる方はベストやジャケットを羽織るといいと思います。てな感じで以上グレール購入品紹介でした。今回も優勝アイテムいっぱいだったと思います。ご購入していただけたら嬉しいです。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録高評価お待ちしております。私はもっと YouTube の更新頻度上げていきたいと思います。何かリクエストがありましたらお願いします。
以上グレール購入品紹介でした。バイバーイ。